許可しております。日和田市長、平成24年3月武雄市議会定例会の開会にあたり、市政運営の状況及び方針について私からご説明申し上げます。東日本大震災の発生から間もなく1年が経過しようとしております。まずここに改めて今般の震災によって犠牲となられた方々のご冥福と被災地の一日も早い復興を記念申し上げます。武雄市では震災発生直後の募金活動、支援物資の提供に始まり、被災者支援課の立ち上げ、職員の派遣、さらには福島の子どもたちの受け入れやチーム武雄による現地ボランティア活動など、被災をされた方々のお気持ちと被災地の状況に対応して、さまざまな取り組みを積極的に行ってまいりました。こうした取り組みに対しては、私へのメールや市のフェイスブックページなどを通じて、被災地、被災者の皆様方から高い評価、感謝の声を多数いただいており、また全国の自治体からも武雄市の取り組みを参考にしたいという問い合わせが多くいただいております。今や武雄市は、被災者支援、被災地支援のロールモデルとして広く認知を、されているところでありますが、これを甘受することなく、市民の皆様、企業、関係機関の皆様、市議会の皆様のご理解とご協力の賜物であり、さらにここにまた発展をさせていきたいと思っております。ご存知の通り、被災地の復興への道は未だ途上であります。今後も国を挙げての息の長い支援が必要であります。武雄市としては新年度も引き続き、被災支援には積極的に取り組み、東日本の復興、ひいては日本全体の復興に寄与するとともに、被災支援の中で得られた知見や経験を生かし、災害に強い武雄市、安全安心のまちづくりにを進めてまいります。改めて関係各位のご理解とご協力をお願い申し上げます。震災がれきの受け入れにつきましては、昨年、先送りの方針を示したところであります。やっと国が動いてまいりました。ただまだダメですね。例えば細野環境大臣がおっしゃったこと、これは、例えば説明会に要する費用が国を持つと、こんなのちゃんちゃらおかしいですね。国がなすべきことはただ一つであります。広域処理の法律をきちんと作ること、そして皆さんが不安に思っている基準を国際的基準に照らし合わせて、それを法律に書き込むこと、そしてこれは地域主権の話とは逆の話であります。国が明確な基準を持って地方自治体にきちんと法律の名のもとに協力を呼びかけること、そしてこれを全体計画として我々を縛る計画を作ること、以上4点申し上げましたけれども、これが国の役割であります。幸いにして民主党の幹部、私は幹部の方と非公式にお会いしました。お会いした時に非常によく動いておられます。まあ、民主党もいろんな人がいるもんだということを思った次第でありますが、この我々の地方自治体の長の働きかけによってようやく国が動き、総理が動きなったことについては、これについては一定の評価をしたいと思っております。その中でぜひこれは県にお願いがあります。これは一基礎自治体が手を挙げてなすべき話ではありません。国、県が一体となって、私たちはこれぐらいの量のものが履けますということはちゃんと数字を出しております。それに応じて国、県が我々基礎自治体にきちんとお願いをする、こういう私はスキームが必要ではないかと考えている次第であります。これについてはまた一般質問等で、皆様方と論戦を深めていければありがたいと思っております。次に新年度の組織体制の見直しについてご報告申し上げます。新年度の主要な見直しは2点、フェイスブックシティ課の設置と営業部の再編であります。まずフェイスブックシティ課の設置であります。今年度は4月1日付でつながる部を設置いたしました。さまざまなつながるを今後の行政のキーワードと捉え、これに関連する施策を行う部として設置をしたところであります。私が言うまでもなく、現代社会は多様な人や組織、団体活動等がつながることによって、シェアをすることによって、新たな知恵や価値、発想を生み、それらがより良い社会、住みよい社会への変革のための大きな原動力になる時代であります。このことは昨年の東日本大震災の発生によって、社会における絆の大切さ、シェアの大切さが改めて認識をされたことに通じるものであります。武雄市は、このつながるためのツールとして、これまでインターネットのソーシャルネットワークス、サービス、具体的にはツイッターとフェイスブックを活用し、
特に広報・広聴機能の強化を図ってまいりました。昨年8月1日に踏み切った市公式ホームページの完全フェイスブック化は海外のメディアにも取り上げられました。フェイスブック化そのものも国内外で非常に大きな注目を集めたところでありますが、移行後の公式ページのアクセス件数を見ると、従来のホームページが月約5万件であったのに対し、移行後は月約330万件、通算約1800万件と驚異的な伸びを示したところであります。このようにフェイスブックを通じて様々な市政情報を発信し、また市民の皆様方からの意見、コメント等に迅速に対応することで、市政に対する信頼感、親近感が格段に向上したものと総括をしております。武雄市の挑戦は、全国の自治体、企業、マスメディアからも注目を集めており、今や武雄市は文字通り、フェイスブックシティと呼ばれるようになってまいりました。私としては、ここで留まることがなく、さらにフェイスブックの活用を進めたいと考えております。こうした姿勢を明確化、アピールするためにも、新年度において新たに Facebook シティ化を設置します。そこですでにご案内のとおり、全職員が Facebook のアカウントを取得し、きちんと氏名を明らかにした上で、職員が個人のレベルでも、姿勢に関する情報発信を行う体制を構築するとともに、グループウェアとしても活用します。市役所内の情報共有や議論の活発化、顔の見える情報発信、情報共有をしてまいります。次に営業部の再編であります。まず営業部の農林商工課と特産品課を農林課と商工流通課に再編いたします。すでに申し上げました通り、 Facebook によって武雄市に対する信頼感や親近感は飛躍的に高まりました。こうした武雄市に対する関心の高まりをそのままにしておくではなく、これらが具体的な地域経済の発展につなげたいと考えから、昨年11月7日武雄市が直接運営する特産品販売サイト、販売良品を開設いたしました。開設当初は2品からのスタートでありましたが、以後、武雄の隠れた名品、良品を発掘したことで、すでに50を超える品揃えになっており、売れ行きも商品によって差こそありますが、おおむね好調に推移しております。昨日の晩、販売良品の商談会説明を行ったところ、40の店舗、そして60人を超す皆さんに集まっていただきました。Facebook の凄さというのは、単に武雄市内にとどまらず、福岡県、遠くは茨城県からわざわざお越しになって、ぜひ武雄市と組みたいということがあった。これが新たな、私としては商品、あるいは流通の新たな姿になると確信をしております。ただこれは道なき道であります。ぜひ議員閣議におかれましては、もっとこういうふうにした方がいい、ああいうふうにした方がいいと、言った意見を幅広にお寄せいただければ ありがたいと思っております。こうした Facebook の、活用や新たな商品開発、発掘などを契機として、今後市特産品の市場開拓や販路拡大をさらに積極的に進める観点から、営業部内の役割分担を再編するものであります。営業部再編についてはもう一つ目玉があります。それは海外対策課であります。我が国の市場は少子高齢化、人口減少によって急速に縮小しつつあり、その打開策として海外に市場を求める傾向が顕著であります。こうした状況を踏まえ、佐賀県でも中国など成長著しい東アジアを主たるターゲットと位置づけ、最前線で活動するための海外拠点を整備することとされています。昨年8月には県庁内に上海デスクを、10月には新陽代表事務所、香港代表事務所を開設されたところであります。また外国人、観光客誘致の観点からは、中国最大の LCC である春秋航空の路線を誘致され、去る1月18日には、佐賀上海線が就航したところであります。これらの、古川知事の動きについては高く、評価をしたいと、思っております。武雄市としても、こうした古川知事の施策に参加、連携することによって、武雄市への観光客誘致や特産品の振興にも大きな効果が得るものと考えております。よらば大樹の陰であります。すでに佐賀県が開設した中国の香港代表事務所には、市職員を派遣しているところでありますが、市としての姿勢の明確化や組織的な取り組みを進めるため、今回新たに中国をはじめ台湾、韓国等の海外市場を睨んだ各種の事業を担う海外対策課を営業部に設置いたします。これら新しい組織体制の中で、
私としては前田副市長をはじめとする職員と一体となってさまざまな諸問題諸課題に対応してまいります。具体的には庁舎の耐震対策、武雄北方インター工業団地の早期分譲、国保会計の健全化、各種事業の推進等につきましてはさらに全力を挙げて取り組んでまいります。最後に市民病院の民間移譲をめぐる住民訴訟について報告を申し上げます。去る12月26日に佐賀地方裁判所で裁判長、市側、原告側の、弁護士出席のもと、弁論準備が行われてまいりました。内容につきましては、裁判に関わることで申し上げることはできませんが、主といたしましては市民病院の民間移譲が適正な手続きのもとで行われたものであることを法廷の場でも改めて明らかにしてまいる所存であります。いずれにしても、平野江原両議員が、一昨年記者会見をされて、これが端を発してできたことでありますが、もう半年も遅れて、もう市のイメージもガタ落ち、そして職員も疲労困憊であります。こういったことが本当に政治的に、この裁判の中身は申し上げませんけれども、本当に私は疑義を感じている次第であります。これは裁判の中身じゃなくて両議員の姿勢について改めて疑義を申し上げたいと思っております。関係あります。またちょっと市長、続けてください。議員も静かに。江原議員、閣下しないでください。また異常後の新武雄病院につきましては、昨年、8月から医師ら専門家5名で構成する武雄市立武雄市民病院異常先病院評価委員会で平成22年度の新武雄病院の運営状況について評価をしていただき、本年1月31日に評価の答申を受理したところであります。評価委員会には武雄島地区医師会からも委員として参加いただいております。これは本当にありがたいですね。医師会の皆さんも嬉しく思っております。全体的な評価としては医療スタッフの確保等により外来患者病床利用率は増加するとともに経営面でも黒字化を果たすなど初期の目的以上の経営努力で、実を身を上げているという評価をいただいております。具体的には武雄市民病院、事業譲渡契約の履行に関する分野の8項目で 87.5%、 医療サービスの質に関する分野の14項目で 97.2%、経営の効率化、地域貢献などの分野の6項目で 90% がそれぞれ年度計画を順調に実施している、あるいは年度計画を上回って実施していると評価をしていただいております。評価の詳細については、市 Facebook ページに公表をしております。最後になります。議員各位におかれましては、引き続きご理解とご協力を切に申し上げ、これから始まる一般質問で市民のための論戦をぜひ深めていただきたいと思っております。私も誠心誠意答弁をしてまいりたいと思っております。私の市政運営の状況と方針に関する報告といたします。